どうも、エル歌舞伎のエルウダです。はい、どうも、デロニアン石です。ということでね、はい、トミーズマサ、宮崎容疑者は拳が入ったボクサーの打ち方ということで、ボクシング目線の解説を俺初めて聞いたんですよ。だから俺はね、ここでも取り上げて、まあ思った人多いと思うけど、あんなに早く5発パパパパンって押して引いて、うん、なんつうの、なんかスナップ聞いて、はいはいはい、経験者かなとは確かに思ってたけど、はい、なんかやっぱなんつうの、マサさんのおかげで自分の見る目があったのかなと思って。いや、専門家の話聞けよ。いや専門家だろ、富澤さん。プロボクサーもともと。いやプロボクサーだから。いやいや、そんなはずないよ。読みますよ、デイリーの記事。そんな凶暴な人じゃないよ。漫才コンビトミーズのマサが24日、うん、レギュラーを務める MBS、うん、セアネンに出演したという。セアネン出たんですね。セアネン出たいですね。煽り運転オーダー事件で、傷害容疑で逮捕された大阪市の会社役員宮崎文夫容疑者について、はい、ボクサーの打ち方とプロ目線で語った。はい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 。漫才師になる前はプロボクサーで、うん、1979年西日本ミドル級新人王で最高ランクは日本スーパーウェルター級1位にもなったマサ。めちゃくちゃプロじゃねえか。すごいじゃん。めちゃくちゃプロじゃねえか。マサさんやるじゃん。片岡鶴太郎とは違います。あれライセンス取っただけで鬼塚のセコンドついて、おにおにっつってすごい叩かれたというね。なんでお前鶴太郎さんを下げるんだよ。で、なぜか UWF の解説もいたんですからね。いいよ藤原はここ一番強いですねって関節技もね、知ってたという。さすが、だからあんだけヨガに精通するんですね。そうだね、まあ、体の柔らかさ、関節の可動域、そこはね、造形が深い、で、宮崎容疑者のオーダーする姿を、右ストレートが拳入ってんのよ、ボクサーの打ち方相当慣れてる、ちゃんと当たってるもんとプロの目で分析した、また通常は暴力を嫌悪する女性が多い中、暴行をガラケーで撮影した木本夏子容疑者についても、相当腹据わってるというか慣れてんのよと肩をすくめた。さすが。木本容疑者も犯人、隠蔽容疑などで逮捕されているということで。すごいね、でもマサさんね、プロボクサー目線もできるし、はい、ハングレ目線もできるという。じゃあハングレ目線なんですよ。ここのね、木本夏子に対してはこれは気持ち悪い。まあ、この人たちはね、ハングレって呼ぶのかちょっと分かんないけども、はい、まあでもね、昨日はね、タイタンライブがあったそうで。ああ、そうですか。なんと爆笑問題さんの1個前に善次郎さんが出て。ああ、はいはい。で、結構ね、その善次郎サーチしてたんですけど、はい、なんかね、上岡龍太郎さんが男子師匠の話をすごいしてて。ああ、はいはいはい。で、その砦で、その後に出てきた爆笑さんが善次郎さんの、なんかちょっとこう、キザな感じのキモさをいじるという、なるほど、一連の流れがあったそうです。ああ、これは見たかったですね。でね、まあ善次郎さんめちゃくちゃ面白いじゃないですか。はいはい、はい。で、なんかそのツイッターでつぶやいてる人の中には、検索して安心した、つまんないと思ってたの合ってたんだみたいな失礼なこと書いてる人がいましたので。なんてこと言うんだ。その人はもう許しませんので。そうそうそう。はい、もうリストに入りました、ね、リストに入りました。入りましたね。はい、はい、俺ら悪次郎の本のよ、リストに入りましたね。入りましたんで。あとね、はい、なんかこうガラケー女デマ法的措置へっていうニュースがあって。はいはい。てか、まず木本夏子さんもガラケー女っていう見出しなんだってのもあるんだけどもう妖怪みたいな扱いになってます。ガラケーの女っていうね、マルサの女みたいな。なんかこれはね、煽り運転の後にガラケーで撮ってた人の、つまりその人だっていうデマ情報をインターネット上で流された都内在住の会社経営の女性が23日弁護士とともに会見し、デマ情報を投稿した人たちの法的責任を追及する方針を明らかにしたという。なるほどね、うん、勝手に自分の写真に使われてこいつが犯人だって。まあそういうなのか、そのアカウントを、そうされたんだろうね。なるほどね。 SNS で手軽に発信できる時代では責任を取れるのか考えてほしいと訴えたということで、だそう考えるとね、結構複雑な問題っていうのは、その木本夏子さんはガラケーで撮影してるんで、はい、おそらくそんなに SNS 使いこなせてない、ない可能性は高い。人の犯人に間違われたのが SNS で特定されたという。だってガラケーでね、繋げるネットなんてね、基本魔法のアイランドとかね、やっぱ多いですから。それぐらいしかないですよね。だからあのガラケーもね、アイポリスの方で通報しないといけないっていうね魔法のアイポリスだったんですよ。アイポリスね。はい、なんか全然俺ね、見たこと1回ぐらいしかないな。ほんと、うん、マジカルラブリーの野田さんが、魔法のアイランドでまだブログやってますよかっこいいですね。かっこいい、かっこいいですよ。かっこいいけど、ツイッターもまあまあ投稿しますね。まあまあ、それはそうでしょ。それはそうでしょ。まあ、拡散力が遊びだ、あ、なるから、遊びで仕事をね、ちゃんと分けないと。残しちゃって。あ、遊びと仕事をちゃんと分けないと。でも、遊びは、仕事が遊びで遊びが仕事っていう ラジオを松浦会長やってましたけどね。ああ、そうですか。そうですか。すごいよね、そこから浜崎あゆみさんの本まで登場するわけですから。そうですからね。ねえ。これは怖いよね。だから、その、勝手にこう特定されちゃって。大変ですな。で、違いますって書いたんだけど、なのにまだ誹謗中傷がいっぱいインスタグラムの方に寄せられたと。ああ、はいはいはい。
この女性が代表を務める会社にも同日だけで280件の電話があったということで、このね、女性も本当に、まあ、弁護士さんと一緒に法的措置取るってことなんですけど、あとはね、N 国党のね、立花さんの YouTube を見て、どうやってその会社の宣伝につなげるかっていうのを見てほしいなっていうねそうだね、なんかね、立花さんがそのマツコさんと絡んだことで、なんか動画の再生の利益が3倍だか5倍になったみたいな、なったみたいなの言ってますね。それをさ、結構怒ってる人がいっぱいいてね、マツコとの喧嘩をただの炎上商法かみたいな、まあ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 、だって炎上商法でしょうね、だってなんかだから俺怒ってんのがちょっとよく分かんないっていうか、スタート時点がもね、あれは炎上商法してお金集めてるから、そこ先だからね、あれみたいなもんかな、いや俺の見てたプロレス何結末決まってたって言いたいのってことかな。すごい怒ってるわけよ。ああなるほどね。なんか怒ってるっぽいやつが俺らの書き込みにも来てんのかな。ああそうなんだ。ちょっとね、これいや我々はね、俺らあれだね、ガヤもガヤの、ガヤの外ガヤにいるんでね、野次馬だからただの、なんで皆さんね、だってうちのガヤがすみませんって番組、ガヤのガヤで出てるから、ガヤのガヤで出てますよ、ノーギャラでスケジュール空いてる人が立ち尽くせば出れるっていう募集があって、募集があってそれで出たぐらいですからね。ノリさんが連れてきたガヤに入りたいメンツっていうのでという体でね、でもノリさんとはまだ面識ないですか。ないですね、あそこから始まったかな、ノリさんのお仕事インスタっていうのがすごいさ、なんつうの、人気で、あお仕事インスタ、なんか花火師のね服装着たり、トラクターの服装着て、でも本職にしか見えないみたいな、あいやだからなんかもしかしたらあれだよね、第二のタモさんみたいな感じ、役者的なね。で、なんかそのノリさんがインスタですごい人気があって、女性と子供中心に、で、テレビ局が今ノリさん争奪戦かみたいなトースポに載ってて、ああそうなんだ。で、ノリさんはトンネルズの活動を大事にしたいって思いを実は持ってることから、トンネルズがまた席巻する日も来るかみたいな、ああ、一応トースポには載ってんだけど、はい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 、だそういうね、だからノリさんうまいよね、そのお仕事のモノマネ、まあ、だからガヤのガヤ連れてきたっていうモノマネっていうのは、これ怒られるか、怒られるさすがに、それは怒られるね、そういうことです。まあまあまあね、ノリさんの優しさがなければ で、ね、そうそう、でタモさんの話でだからね、ついでに言うとね、なんすか、矢沢永吉タモリと初対面へっていうね、会ったことないんだ、ないらしくて、これちょっと見たいなって思っちゃったね俺なんか、M ステに8月30日かなんかの M ステに出ると、伊沢永吉さんが、そっか、つごだ出たことないんだ M ステに、でもその興奮してる俺とか興奮してるファンいっぱいいると思うんだけど、矢沢永吉69歳、タモリ74歳っていう、やっぱなかなかだよね何に俺たちは興奮してるんだっていう、マスターズプロレスリングかっていう、だからすごいジジイってことだよ、もう確かにね、本当にすごいんだよ、でもジジイに見えないか2人とも、そこだよな、うん、そこなんだよな。でタモリさんがね、いくつなんだろうと思って調べようと思って、タモリウィキペディアを見たの、そしたらタモリは日本の男性お笑いタレント、漫談家、司会者なんだけど、それウィキペディアってさ、普通本人の写真とか出てくるんじゃん、まあまあ出てくるやつ出てこないやつあるね、あ出てこないやつもあるか、あるある、なぜかさ、そのウィキペディアに載ってるタモさんの写真がさ、写真はタモリの蝋人形っていうやつのなんで許可下りなかったのかみたいな、何なんだっていう、よっぽど何かがあるのね、ちょっとね、それすごい不思議な、蝋人形ね、そう、もう蝋人形館ってないのかね、東京タワーないのかね、どう、あ、蝋人形館だったんだっけ、なかったっけ、蝋人形館、おー、わかんない、その時その時のさ、なんかさ、流行ったさ、人たちを蝋人形にして語る、あーなんかあったけどな、もうないのかな、あれだから、昔はよかったブルースリーとかね、あー、なんだなんだ、そんな、もうないか、どうなんだろう、いつかな、蝋人形になるぐらいのな、その、だから、前も言ったけど、あの、加藤ちゃんと片岡鶴太郎さんがツーショットをなんかインスタかなんかに上げて、すごい話題になった時に、一瞬俺蝋人形のツーショットかと思ったそういうのはありました、ね、いやいやいや、そんなそんなことはないと思う、そんなことないですか、ないと思う。で、昨日デロリアンがね、持ち込んでましたが、ブルースリー宅と取り壊しっていうニュースもあって、ああそうですね、香港にあるブルースリーの、旧宅が、来週にも取り壊されるということで、ああそうなんだってね、ファンは保存を訴えていたということで、もしかしたらここでもデモがあったかもしれないね、ブルースリーの家を取り壊すな、だからね、なんだろう、その保存の仕方の話し合いがうまくいかなくて、決裂して、潰すことになったみたいなことが、なるほど、だから老朽化だから残しといたら、まあ単純に危ないのかな、近、例えば近く歩いてたり、補正できるからね、あそのままそのままだから板柱変えたり板変えたりとか、あなるほどね、そうそうそう、組み立て直すこともできるだろうし、本当だ、一時はモーテルとして使われていた、回収して記念館にする計画もあったが頓挫していたと、そう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 、
で、まあ、ファンクラブリー・シャオロン会の会長は、うん、旧宅は世界のファンにとって聖地だと強調、うん、香港の文化遺産が失われと話した。いやこれは残すべきだと思うけどね、うん、香港のさだって一番有名人だろうね、その一番最初のアジアの映画スターの中では、うん、ブルース・リーがいてジャッキーのコメディ路線があったわけだからね。あってだからね、うん、いやこれはちょっと残すべきだと思うね。ブルース・リーがいなかったらプロゴルファーサルにあのヌンチャクドライバーも出てこなかった可能性が出てくるはずがない。北斗の拳もなかったかもしれないでしょ。唐沢俊明なんていないよ、うん、唐沢俊明はいるけど、唐沢俊明さんはいや芸風変わっちゃったかもしれない。そうかもしれないね、うん、かなりブルース・リーの影響を受けてますから。ブルース・リーの影響を受けてるっつうから。確かにね。いやそうよ、川田俊明もハッスルで黄色いトラックスーツを着なかった可能性が高い。いや高い高いっていうか着てないと思う、ね、もしかしたら川田俊明から始まってるかもしれない、うん、そうね。中川翔子の飼ってる猫がノラミャオンっていう名前じゃなかった可能性が高い彼女か、ブルース・リーのヒロイン役、ヒロイン役、うん、すごい影響を与えてんだね。まあ確かにブルース・リーはコロッケさんが売れてなかった可能性もある。まあコロッケさんブルース・リーのブルース、いやまあ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 いろ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 ね、 お茶を触ってお茶お茶っていうネタで、まあまあすごい、ね、学校を席巻したと、学校を席巻した、学校を席巻したというね。えあだもったいないよね。だからホテルとかに使っちゃってもちょっとなんかええって思っちゃったりしたのね。ああモーテルっていうかね、ディズニーホテルとかあるけど、うんねえ、まあ、モーテル、うん、モーテルまあでも泊まるとこでしょ、まあ、泊まる基本的には。そう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 、うん、なんかね、記念館にしてほしいけどね、そういうのは。いや、すごいですね、うん、ちなみにね、ブルース・リーが UFC で戦うのを CG で再現してる動画に俺はハマってるって書いたら、うん、あ、書いたら、ここの YouTube で、うん、あの発信したら、うん、コメント欄に、うん、ブルース・リーを操って遊べる UFC のゲームがあるぞっていう URL を貼ってくれた人がいて。ああ、操れるやつなんだ。の、そうらしいよ、ただ URL は俺開いてないんで、そのコメントは確認しましたけど興奮してくれて3件ぐらいコメントが来てて、その YouTube に、ね、同じ人から、はいはいはい、なんかこんな響く回があったんだ再生数はいつも通り100回ぐらいだ、ね、100回ぐらいだねえ、皆さん何かあったらコメントをね、ぜひ書いてください。しますといったところで、はい、また明日お聞きなさってください。お願いします。